このビデオではプロペンシスコア逆数補正法を用いた解析を SPSS を使って行います。エグザンプルは傾向スコアの補正のビデオで用いた SLE が動脈硬化に影響を及ぼすかというのを調べたデータセットを使います。まずステップとしてはこの行楽因子ですね、年齢とか性別、バックイヤーズなど行楽因子を用いて傾向スコアを作り出すところから始めていきます。それではロジスティックリグレッションを用いて傾向スコアを作り出していきます。2個ロジスティックリグレッションでアウトカムは SLE、 行楽因子が年齢、性別、BMI、バックイヤーズ、ハイパーテンション、人種と、というこれらの行楽因子を入れます。で、ここで保存で確率、予測値の確率を押して OK をすると、これロジスティックリグレーション計算されましたけれども、この結果自体は私たち興味がなくて、この結果作り出された傾向スコアというのを使って解析を進めていきます。これが傾向スコアになります。で、逆数の補正法、逆数による重み法、おさらいをしますと、これはですね SLE、 これアスピリンの例で書いてますけれども、 SLE の人に対しては重みというのは SLE になるであろう傾向、つまり先ほどの SPSS が計算しましたプレディクティッドプロバビリティの逆数になります。で、 SLE でない人ですね、に関しては SLE でない確率で割り算しますので、これは1からプロペンシティスコアを引いたものというので作り出していきます。じゃあまずそれを SPSS で作り出すところから説明します。 SPSS ではこの変数の計算というのを用いて作っていきます。それでは例えばウェイトという名前をつけて作っていきます。で、これは、はい、SLE の人はということで、まず SLE イコール1の場合は、これはプロペンシティスコアの逆数になりますよということで、はい、これで OK を押します。これも私すでに作ってるんですけれども、まあ、変更しますよということで実行してください。で、次に SLE でない人に関しては1で引いたものですよということで、ここに1引くというのを入れてください。で、条件文を SLE でない場合というのに変えて、もう一度、はい、実行というのを行います。で、これで、はい、データセットに戻ると、ここにウェイトというのが計算されて、このウェイトは進めやすいように動かしますね。このウェイトというのは SLE の患者さんはこの 0.41637 の逆数で、 SLE でない人に関しては1からこの傾向スコアを引いたものの逆数ということで表されています。で、ウェイトというのは結局、水増し、データの水増しということなんですけれども、これ何かと言いますと、SPSS では1行を1人で普通カウントするんですが、重み付けの計算では、この1行が1人ではなく、例えばこの患者さんだと 2.4 人分いるというふうに計算をしろと。2人目は 2.23 人いなさいよということで計算を行います。で、これ何かと言いますと、SLE になる傾向の例えば低い人は、低い人が SLE になっている場合は、より多く水増しをしているということで、SLE でない人の場合は、SLE でない確率が低い人ということで、例えば、SLE でない確率が低いということは SLE だという確率が高いということなので、この人とですね、そうすると SLE でない確率は比較的低いので、そういう人はなるべく、あ、こっちの方が多いですかね、その人たちはたくさん、人数がまるでいるかのように水増しを行います。で、このように、水増しを行うことで、全体的に SLE の人とそうでない人で、背景因子のバランスを調整するというのが、傾向スコアの逆数
重み法の考え方なんですね。でここで重要なのが、水増しをしてしまいますと全体の症例数が実際の症例数よりも多くなりすぎてしまいます。ですのでここで、分散共分散 P バリューを計算するときに用いる分散共分散の計算のところで、その水増しした分を、もともとの症例数に戻すというロバストという方法を使って計算をしていきます。でここで今からアウトカムですね、 SLE が動脈硬化に影響を及ぼすかというアウトカムの解析に移っていきますけれども、そのロバストの分散共分散の手法が使えるというのが SPSS ではこの一般化線形方程式とこれになりますので、こちらを使ってアウトカム最後の解析を進めていきます。はい、一般化線形方程式というのは通常ですねリピートの解析によく用いるんですけれども、アウトカムの種類は、いろんな形が使えるんですね。ですので、日のロジスティック、日アウトカムでも順序アウトカムでも、あと一時と呼ばれるのはこれ連続変数のアウトカムでも使うことができます。で今回は、カルシウムありなし、動脈硬化ありなしというのが、アウトカムですね、これですね。ですので、日変数のアウトカムというのを用いて、通常ロジスティック回帰モデルをやりたいところなんですけれども、ロバストという、分散共分散の手法がある、GE を使って計算していきます。はい、で、じゃまず最初からいきますね。被験者変数は ID で、ここは無視します。でモデルの種類は日ロジスティックで、応答はカルシウムイエスノーというのが入りますので、ここに入ります。でここでちょっとへこしいんですけれども、10の、数字の場合はどっちを参照文に置くかということで、こちらの最低の方を参照文に置くようにしてください。これじゃないとオッズ比が逆数で出てきてしまいますので、こちらをクリックしてください。ここで先ほど作ったウェイトというのを尺度重み付け、ここに入れます。これ忘れないようにしてください。で予測変数は SLE というのが入ります。でこれ01ですので因子に入れていただいても、共変量に入れていただいてもいいんですけれども、因子に入れる場合はオプションとしてこの高順というね、こちらの方を選択してください。で次モデルで SLE を入れて、最終的に統計のところで指数パラメーター、指数変換をしてオズ比を出してくださいと。でこれでも終わりです。で OK を押すと、抵抗スコアの逆数重み法を用いた SLE のオズ比は 4.899、 P 値が 0.004 になりました。これが抵抗スコアの逆数重み法の計算となります。